ずちゃんハートありがとうございます。みずさんハートワークありがとうございます。雪今降ってる、めちゃめちゃ普通に降ってる、やばいよ、めちゃめちゃ積もってる、普通にやばい、うん、あれ充電切れ。のどぽさん金槌みたいなのありがとうございます。忘れてしまった、すぐ忘れてしまう、やばいね。ちょっとさ、やばほっぺた顔痩せなきゃ大変。いいな快晴、羨ましい、目も晴れがいいな最近。あ、晴れてるんだけど雪があるからさ、なんか晴れてるって感じがしない。玉のパミさん金槌ありがとうございます。デレさんクマありがとうございます。そう痩せよう。雪ね、めっちゃ凍ってるの。だから昨日塾帰って家の玄関のところでちょっと滑ったし、やばいよマジで、本当に凍ってて、だって車のドアもバッパーンって開けないと開けれなかったぐらい凍ってるの。いいな快晴、羨ましい、とてもね、危ないよねマジで、凍ってる、寒いし、もういつも氷点下って感じ。雪だるまちょっと作った。のりぴーさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。すぐ前髪伸びてさ、ずっと巻いとかなきゃいけなくて大変。てか今日メイクしてるんだけど、あ、そう、もうメイク落とすから、今配信してる。あ、ニコラジージさんとうとうありがとうございます。そう今日塾があって、メイクしたままさ塾行くの、さすがにやばいなと思って落とすから、その前に配信しようと思って。全然寝起きじゃない、むしろめちゃめちゃ朝からいろいろしてた。こんにちは、あつしさん、だるまありがとうございます。なんか前髪気に入らないな、長いんだよなきっと。さとちゃんさんハート500個、あ、さとちゃんハート500個ありがとうございます。そう昨日メール撮ってくださってる方は分かると思うんですけど、久しぶりに写真で一言をしたんですよ。そう、それがその回答みたいなのがすごい面白くて、ニヤニヤしながら見てた昨日。やばいよね普通に、変な人なんだけどマジで面白かった。いろんなね、想像力豊か、皆さん本当にありがとうございます。見ました、そうツイッターでも見ました。そう、ね、いろんな回答があったマジで。うん、そう、ほっとしてるの、じっくんのテストが待ってね、ほっとはしてないけどなんかそう、でもさ、リミさ なんか5時間あったのね昨日。めちゃめちゃ喋るの好きなの、自分的に喋ることが好きで、結構喋ってないと嫌な人なんだけど、塾で友達いないし人見知りだからマジで誰と喋っていいか分かんないし、何話していいか分かんないから、マジで人見知り発動して、つらかった、喋れなくて。人見知り本当にいい加減直したいな、マジで無口なの。だからさ、学校だとさ仲いい子いるから普通にワイワイしてるんだけど、その塾だとさ同じ学校の子もいるけどさ、違う学校の子もいたのね昨日は。でそれで同じ学校の人からすると、あいついつもめっちゃ騒がしいのに塾ではめっちゃ無口だって思われて、そう、そう
他の人とかは誰かとそう喋ってるんだけど、喋ってない子もいるんだけど、喋っ、うん、なんかそう喋ってる子もいるね。だけどレイは本当に喋ることがねえ、そう猫かぶってるようなこと思われてるよ絶対。マジで人見知り発動って感じで、絶対同じ学校の人にあいつめっちゃ無口じゃんとか思われてそう、絶対思われてるよね。マジバナちゃんハートありがとうございます。サツちゃんもハートありがとうございます。だからマジで何話していいんですか、そういう時って本当に分かんない。そうシャッター開くまで時間かかる。なんかね、なんか喋りかけてもしゃべ、今一人の時間が、あ、一人の時間がさ好きな人もいるじゃん。だからそう、ね、話しかけないでくれるみたいな心の中で思われてそうで怖くない。そうだからルカさんハートありがとうございます。マジで何話すの、本当に話題がなさすぎるし話しかけられないし、いやめちゃめちゃ喋りたいのに話すこんな拍手それは強すぎる。ルカさんハートありがとうございます。本当にね、うん、そう大変マジで。なんかさ、そう話しかけたら慣れるんだけど、話しかけるまでが長い。塾でそんな、なんか休憩時間とかあるじゃないですか、休憩時間の時とか。だからそう話したいのに話せないみたいな。喋りたい。そうタイミングマジで大事。そう仲良くなるとめちゃめちゃ話すの本当に。だってさ本当に始業式の日なんて友達と久しぶりに会って本当に話したらもう止まんなくて、もうずっと話してた休憩時間とか。花子さんハートありがとうございます。そこ慣れたらマジで心開く本当に。そう喋りたいってどっかに貼っとけば誰が喋りかけてくれるかな。そうそうだからマジで、でも慣れてもなんか心を開かない時と心を開く時がある。そんな、うん、そう。ドンさんセンスありがとうございます。サトちゃんハート1000個ありがとうございます。ソラの毎日連絡してる、そう毎日連絡してるよマジで。ソラのと一番連絡してる。え、ヒユカともこの前したし、ユキーナともした。一番連絡取ってる。ソラのと何かたあいもない話をいつも。エイトリオの2人に心揺られたのはいつだろうね。確かに。でもなんかいつだろうね、なんか普通になんか最初に話した時に
いつだろうね。でも結構早かったと思う。あ、ミクとも連絡取ってます。あ、ルナのおじさんありがとうございます。そう、相性大事マジで。高幸さんだるまありがとうございます。ともさん先生ありがとうございます。だからそう、人見知りを直す。高幸さんだるま100個ありがとうございます。そうだ、やばい話していいですか。多分レイの記憶があってればそうだけど、あの今回、あ、今年レミ年賀状を出してなくて、でもお友達から2人来たんですよ。ありがたいことに、ありがとうございますって感じなんだけど、それで、あの、あ、送ってくれたから返そうと思って、まあ、年賀状を書いたので、普通にメッセージ書くじゃないですか。普通にポストに入れて、で何日か後に、え、待って、レミ、名前書いてないわと思って、多分ね、あの書いてない記憶があるんだけど、やばくない？普通にそれって、だってさ、相手さ、誰から来たか分かんないんだよ。そう、なんか、そう、自分の住所を書こうか迷ったんだけど、でも送ってもらったから、そう、送ってもらったから、あ、書かなくていいかと思って、え、名前書いたっけと思ったけど、書いてなかったらどうしようだよね。本当にやばいよね、誰かから年賀状が、しかも住所、怖いよね。わかるかな、字とかでわかるのかな。だから、え、やばいと思って、そうね、そう、出して何日か後に気づいたからさ、やばいよね普通に。でも結構仲いい子だから字でわかるかもしれない。メッセージ書いて満足してた普通に。やばいよな、本当に怖い。そう、なんかリップ薄い、どうする、本当に書いてなかったら、多分書いてないんだと思うけど、やばいよね。書いてない説濃厚だよ普通に。なんかさ、でもさ、じゃ今更言うのも嫌じゃん。なんか名前書いてなかったかもって、その送った子にさ言うのもあれだから。はじめまして、キリン丸さん、はじめまして、ぜひフォローお願いします。あ、ツイッターもしてるのでぜひフォローしてください。お母さんさん、はじめまして、初見です、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。ツイッターもお願いします。え、記憶がない、記憶、その時多分書いてない方が大きいかもしれないけど、普通にやばい。ゲッチさん、今日もありがとうございます。ありがとうございます。ツイッター、そうだから本当に、あ、やってしまったと思って、まあいっか、終わったことだし。やばいよね。そう、あるあるだよね。ネリピーさん、かわいい、ありがとうございます。そう、そう、マジで出したことに満足、あとメッセージ書いたことでも満足してるから、あれあれ。やばいよね、ちょっと
来年からはしっかりしなきゃと思いながら やばーい。なんか、リップ薄い。そんなことない。ちけいさん、こんにちは。たいやきさん、こんにちは。ぜひフォローお願いします。あとツイッターもしてるのでぜひフォローお願いします。その友達は配信見てないと思う。それに年賀状じゃなくて手帳書いてるんですよ。そう、手帳を去年も書いてたんだけど、やっぱり私続かなくて、あの最後まで書けなかったから、今年こそは絶対あの12月まで書きます。決意しました。皆さんはなんかさ、携帯でもさあれあるじゃん、手帳あるじゃん。皆さんはどっち派ですか？日記は書かないけど手帳。携帯派なんだ。携帯、確かに携帯の方がねパパって書けるし楽だね。あー、目に目が入ってる。やばいそう、スケジュール帳。ヘレさん、あなた500個ありがとうございます。やっぱり携帯が多いよね今時。携帯だよね。どんなのがあるんだろう。手帳アプリ、すごい、結構いろいろある。あー、そう、レインは一回入れたけどね、あのなんか難しかったけどからやめたんだ、消した。で、普通の紙派、私の手帳こんなの。これはなんか無印さんのなんだけど、これね、これカバーついてるんだけど、取れない。そう、こんな感じなの。こんな感じ。これに、あ、でかかったでしょ。そう、これになんかさ、これ結構自分で作る系なの。そう、こんな感じでなんかあの 1,2,3,4,5 めっちゃ白飛びしてる。 1,2,3,4,5 って書いて、ここに12月とか10月とかそう書くんだけど、割と自分で作るから、これ今回は続きそうと思ってる。頑張りますって感じで。どうぞ。そう、マジ真っ白だね。だから結構作り系だから、これは続かないとおかしい。そうで、カバーがあの可愛くないグレー。割となんかレミちっちゃいのだと字が大きいから書けないから、大きいのだね。なんかさ、なんか手帳とかさ持ってるといい女感ない？なんかできる女みたいな感じがしない？そんなあれがあるんだけど、絵の中あるあるだよね。なんかさ、そう、手帳とか持ってるとさ、できる女感そう、女子って感じする。これでも持ち歩かないから、レミ的には家でも使うから、だからそうそうで
今年はシールも買ったんですよ。なんか手帳とかにつけるシール、このやつ普通に100均なんだけど、もう使ってるんだけどそう、この手帳とかカレンダーとかそうにやるシールも買ったから、これで可愛くデコろうみたいな感じで、そうやる気を出しました。めちゃめちゃこれ入ってるの、504あるシール。なんかどんな時っていうよりは、これはただなんか可愛くしたいなってところに貼ってる。レミ的にはね、こんな感じなんかどこに貼ってるの、でも予定があるところには貼ってるかな。でもレミ全然予定学校とか塾のことしか書いてないあとは、まあ、まだ始めたばっかだからそんな書いてないんだけど、そう手帳ってさ最初楽しくない、書くの適当にあるの。ラネコさんハートありがとうございますそうまだこれしか書いてないけど、今日まで書いてる。そう今日ちょうど塾があるから、塾の何時から何時までっていうのと、あと教科書いてて、明日からは何も書いてないんだけど、そうあー友達の誕生日ね、確かに、そしたらいいかもね。これさだからさいつでも始めれるの、そのさ月が書いてないから、始めたいっていう月から始めれる。マジでだって来年まで使えそうな勢いのページがあるよ。ずっと使える、本当にいい。これマジでぜひお揃いにしてください。そう昨日マジで勉強しまくってさあのテストで5時間も椅子に座ってたからお尻が痛くなってさ大変だった。腰も痛くなる。え、お揃いにしましょう。ぜひ無印さんで売っています。カバーとあれは別売りなんだけど、ぜひいつからでも始めれるから、本当にこれいいよ。全然書いてないんだけど1月からありました。フォローしましてありがとうございます。テレさんハートありがとうございます。自然光いいね、自然光でしてます。イエーイ。寒いんだけどこれ温度上げたらいい。できる女の顔しててどんな顔紫さん、センスありがとうございます。手帳って持ち歩くものだと思うけど、レミは持ち歩かずに普通に家でなんかそう確認するときに持ってる感じ。持ち歩く、レミは持ち歩くところがないから、さあほらお姉ちゃんとおそろい。お姉ちゃんはカバーが黒、揃いでございます。去年もお揃いだった、色違いなーてさんハートありがとうございます。そううなさきさん可愛い、ありがとうございます。そういろんな色があった気がする、多分茶色とかもあったと思うけど、だから多分いろいろねおしゃれにできるので、自分好みの手帳にできると思います。
黒革の手帳はできる。確かに黒でもグレーかわいい。テレさんハートありがとうございます。なんかさ今日の髪型といいリップといい全体的に気に入らないのだが、結構今日がっつりメイクなんだよね。久しぶりにメイクしたけど、ちょっとお待ちください。よいしょ。漏れてる？マジ？もっと薄メイクがいいよ。なんかさ、そう自分でも薄メイクがいいのは分かってるんだけど、なんか濃くなっちゃうんだよね。多分、なんだろう。多分黒いアイライン、あ、でも茶色のアイラインだわ。まつげとかシャドウが濃いのかな。めちゃめちゃ何重にも塗ってるし、そうなんか薄い方がいいよね。やっぱりそうだよね。薄いを極めようと思います。でもなんかついつい足しちゃうんだよな。ひなのりさんハートワークありがとうございます。学校はメイク禁止ですよ。すっぴんでちゃんと言ってる。すっぴんぴんって感じで。中学生のうちはね、あまりしない方がいいよね。やば、血みたいになってしまったリップが。確かに。そうだから、なんかさ。すっぴんだとさ黒く感じる。リップクリームだけでかリップクリームだと今マジで血色がない人だから、本当に血色がなかったら本当に体調悪い感じですかって感じだから、本当にリップクリームだけだとね、やばい、顔に色がなさすぎて大変だから。遊びに来ました。ありがとうございます。おそう、レミはメイクで目が大きく見える方法っていうかようにを心がけていつもメイクする。なんかそう発見したのはね、この目頭にメイクじゃなくてこのラメラメを、細かいラメラメをここに入れると、ほらちょっと入れすぎちゃったこんな感じで、多分ちょっとだけだけどなんかハイライト効果があって、目がちょっとだけ大きく見える。多分これだけでもめっちゃ違うと思う。割とちょっとそう、ほらねえ、そう、そんな感じで、今日はしてなかったんだけど今したね。そう、本当にいいので、レミはここの三角ゾーンみたいなのがあるんですよ。ここに目のね、わかるかい、ここにね、そこは茶色を入れて目を大きく見せてる。そしたら全然違う。それマジ大事、結構変わる気がする。顔がパッてなるね。テレさん、なるまありがとうございます。藤田さん、ハートありがとうございます。そうだからいいですよね。私イエベなのでピンク系の
メイクが似合わないということで、そうオレンジとか茶色とかしか持ってないアイシャドウ。マジでえオレンジと、うん、本当にオレンジと茶色。テレさん、あと100個ありがとうございます。そうイエベだと思うけど、イエベめちゃめちゃイエベって言われる。ね、服留めとかはピンクとかがめちゃめちゃ似合う。ブルベブルーベース、そう、そうピンクなんだけど、ピンクレミマジで似合わない。似合わないっていうか肌に合ってないからあまりしない。したいときはマジで薄くピンク塗るって感じ。そう、あ確かにユーカリンとかピンクのイメージ。タイさんハートありがとうございます。ハセモモはいつもオレンジだった、オレンジじゃなくて茶色な気がするね。あ、みずきのチーク可愛いよね、濃い感じ。あ、今日チークしてないレミ、なんか血色がないなと思ったらそれだ。チークは大切です。ちょっと待ってブラシ取ってくるね。よいしょ。フォローしました、ありがとうございます。チーク大切だよ、血色がないから。この頬骨のところになるのがポイントですね、私的には。こたつじゃない。あ、いい感じになったんじゃないでしょうか。でも光飛びすぎてさ、あ、白飛びすぎて、あ、そう、そっちですね。そう、こんな感じ。でもこのチーク、ユッキーナに教えてもらったやつ、レミテンにはこの色が似合ってるよって言われてこれを買いました。ねえ、白飛びこんな感じ。多分画面だと伝わらないよね。塗りました。たべさん、ハードグラフありがとうございます。そう、ね、マジで最初の頃メイクわかんなすぎてやばい。そう、マジメイクわかんなすぎてなんか適当に塗ってた。顔真っ白だったし、あのファンデとか塗りすぎて、なんか近づいた方が余計にさ白飛びな感じがする。なんかさ、チークをさ鼻先とかに塗ると可愛いんでしょ。絶対やらないけどね、今なんか可愛いらしいよ。ここにちょっと鼻にチークを乗せたら可愛いらしいね、言うよね。そう、多分画面越しだと全然わかんない。ね、塗ってる方いるよ。なんか鼻に塗ると
いいらしいですよ。あとハイライトは大切です。私的にはこれを鼻筋にハイライト塗ったら鼻が高く見えるんですよ。なんていうことでしょう、鼻が高く見えます。ほら、わかるかな。わかりにくいけど白飛びとかもあってハイライトあ、そういうことか。こことかにもやるといいらしい。ハイライト、これのハイライトおすすめ。結構いろんな方使ってる。で、私のおすすめはビューラーって結構変わるから大切ですよ、ビューラー何をし始めるんだな、急に。なんか全然違う。そう、そう、立体感が出るんです。メイク講座、そう、メイク講座、私の重点的なメイク講座ですね。でも意味はマスカラ下地と マスカラ下地は大切です。今日はしないんだけど、 あんまりしないけど、そう、こんな感じ。マスカラ下地を塗ってマスカラを塗るとマジで持ちがすごいいいです。本当にいいんですよ。そんな感じでメイク講座終わります。でもリップ絶対これつけるな。なんかこれはマジもうちょっとしかたらなくなるんだけど、本当になんかいいの、いい感じの色になってくれる。良きです。結構みんな持ってるよ、ね、目がバッチリになった、いいじゃないですか。でもさ、今時男性でもメイクされる方多いですよね。すごい、うん、髪の毛伸びたんですよ。そう、伸びた。そうそうそう、こんにちは、こんにちは、こんにちは。何時から始めたっけな、徳永さん。そう、ネイルはしたいんだけど学校とかがあるからなかなかできないよね、長期の休みしか。でも長期の休みとかもさ、あれがあるからさ、部活があるからできない。あ、バリバリヒートテック見えてる、恥ずかしい。タウンから、なるほど、ありがとうございます皆さん。ミミ最近起きる時間がね一緒なのよいいと思う、レミ的には。男性がメイクしても今時多いよね、さっきも言ったけどそう、ネイルなんか、でもさ、ネイルしたいけど、どんなネイルがいいんだろうね。でも単色しかしたことがなくて、一時期付け爪にハマってて、小学校かな、中学校中1の初めらへんに、まだ A と入る前にハマってて、100均で付け爪のチップを買って、それで塗ってつけてたりしてたけど、すごい長いんですよ。そこにあるけど見ますマジで長いの。なんかすごいそれを極めて何かさ、なんで
こんなことしてたんだろうって感じ。何色がいいかな、なんかそう自分にめちゃめちゃギャルなんだけどこんな感じでつけてた。でもなんか家で遊ぶ程度でつけてたから外ではつけたことなかった。マジで赤とかやばいよね、めっちゃ、ね、なんでこんなことしてたのって感じなんだけど、やばいよね。オレンジとかもあるし派手すぎる派手すぎ。ほらこんな感じ、絶対今じゃつけない、こんな恥ずかしくてつけれないもんで中1のマジで最初ぐらい、そうやばいよね。そうレミ手が好きなの、手フェチっていうのかな、だからよく手を見る。そうこの骨が好きなのに結構いたことあるかもしれないけど、そうここの骨が好きなんです。ああそう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 、牛が なんて言うんだっけ、ああいうのあれかわいいよね。そうあ血管も好きですよ、血管とかここの骨が好きなの骨手が好き、マジだって手を最初に見るかな、手か、まあ、手そうだからここの骨を極めて。手の骨ここ、これが好き、そう、これが好き。だから自分でハッって見てる。そうベベベさんハートありがとうございます。そうなの、なんかさ話そうと思ったの忘れちゃったな。ベベさん、ハートよくありがとうございます。なんかすごい晴れてきて、青空。結構さ、女子で手フェチの人って多いよね。友達にも結構手フェチの子いる。そう、ユーカリね、可愛かった、めちゃめちゃツイッターの見た。めちゃめちゃトイプードルかわいい。え、なんかさ、あのさ、そう思い出した、あのね、これはなんかあの学校行くときにあの散歩してるの、散歩違うな、散歩してる方がいらっしゃるのね。それであのなんだっけ、マジで可愛くて、そのあのいつも前ほとんど見るんだけど、あのほとんど毎回っていうか結構の頻度で見るんだけどね、その犬が超可愛くて、チワワなんだけど、あのさちょこちょこちょこって歩くのがマジで可愛くて、本当にあれは可愛い、マジで癒されてる。いつも朝チワワ、マジであのさ歩き方が超かわいいの。そうだから本当にかわいい。そうトイプードルも好き、マジちょこちょこの歩き方かわいすぎる。マジすごい、猫飼ってる方多いんだね。猫かわいいよね。いいも猫好き。でも猫ってあんま見ない。猫ってさ散歩しないのか、猫、あ子猫かわいいよね。
しないか。猫ってさあんま見ないな。犬派猫派、めちゃめちゃ究極だけど、どっちだろう。でもどっちも好き。猫一人勝手に散歩してくすごくない？それってなんか本当にすごいね。だってさ、すごい、ちゃんと把握してるんだ。そう、レイムも猫目だからさ、よく猫が好きなのとか言われるんだけど、犬も好き。ベアベアさん、誰もありがとうございます。猫、ウサギすごい。犬とウサギすごい、めっちゃいいじゃん、動物園。懐かないんだ。ベベさん、ドラマよくありがとうございます。すごいね。あ、ウサギ友達が飼ってる、なんか飼い始めたって言ってた。2匹なんか言ってた。すごいよね、ウサギって。結構最近あの動物飼ってる方が多く見る多く見る。あ、亀かわいいよね、わかる。でもなんか亀飼ったこと、リミが飼ったことあるのはカブトムシとメダカと、なんか庭の庭でザリガニみたいなの飼ってた気がする。多分そう。でもなんか犬とかは飼ってない。そう、カブトムシはもらって、それで、ね、なんか飼ってたんだけど、やばい、今日塾だった。今の今まで忘れてた。いや違う、今忘れてた。あー、でも今日で冬季講習が終わるから、実質今日であの塾が終わるのそう、あの冬季講習に行ってたから、今日で終わります。頑張ります。最後、そう、冬休みなんかずっと勉強してた感じ。明日も塾、あ違う、話しかけるラストチャンスだけど、あの授業だから普通の。でもさ、授業どうする、当てられてさ、なんかさまた変な回答したらすごく恥ずかしいよ、本当に。塾は全然まだ似合う。あ、今日は3時間。でも3時間でも長いあ、そうだ、明日さ部活があって、私さナイキでいたの、雪だし、なんか雪だからないのかなと思って、なんか書いてあるなって思ったの。それで、あ、オフかなと思って見てみたら8時からって書いてあって、月曜日。マジでびっくりしすぎて、えって声が出ちゃって、普通の大きい声で、ちょっとね普通にびっくりした。そう、3時間結構長いよね、わかる。めちゃめちゃそう、だからなんかあの困ってたら先生が助けてくれるっていうか、なんか直前まで答えてくれるから、それを待つ。だけどレイが勢いで行っちゃうから待てないんだよね。そう
わめちゃめちゃ。そうだからマジでレミせっかちだからそういうところもさせっかちになって早く行っちゃうんだよね。やだよね本当にせっかち直したい。うん、筋トレだね。エントリーはみんな賢そう。レイは賢くないけどレイは勉強してなんかそうめっちゃ勉強賢くはない。そうひももかは賢い。ひゆかはねレイと同じぐらいって言ってた気がする。それかレイよりちょっと低いかみたいな感じだった気がするな前聞いた時。そうでも今回今日はあの数学がないからあの 0.5 も言えない言わないから数学がないのはちょっとブレピーですね。ね、勉強できるようになったら好きになるよね絶対。そこまでが長いんだよね道のり的に。勉強配信またしますね。すごいなんか割と好評だからまたいつかします。100点とか取ってみたい人生で一度は。でも小学生の頃は割と頭が良くてレミ的には普通に90点以上とか取ってって100点も取ってたんだけど、なんだろうね中学校になって急に変わった。なんか多分小学校って割と単純なあれじゃん問題とか。だよね100点っていいもん小学校の頃取ったことない。そんな感じ。うん全然違うんだね。なんか全然100点とか取れなくなってかなピーかなピー。0点はねさすがに取ったことないんだけど逆に0点ってすごくない。でも絶対ね逆に取れない。まあ取ろうと思ったら取れるじゃん。でもあ逆にさ2点とかの方が難しい。あ10点とかの方が難しいのかな。だってさ0点はさ書かなかったら取れるじゃん。やばいよその考え。やめた方がいい本当に。だからそのマイナスなことは考えずにプラスプラスに考えましょうって感じ。確かにだよね。0点恥ずかしいよね。でもなんかテスト成績表に0点とかあったらマジで落ち込む。すごいオール5なんてすごすぎるぞ。それはびっくりした。すごいめっちゃ頭いいじゃん。やばオール5やばい。それはすごすぎる。なんかオール5ってあんま見たことないな。あでもなんかあと1個でオール5っていう子は見たことあるけど、オール5っていうのはあんま…でもさ名前書いてなくてさ0点になるって言うけど、なんかさテストの最後にさ先生確認するじゃん。
それで名前書いてないよって言われるから、あ、名前書いてなくて0点はないんだと思って、うん、ね、オール5とか本当に頭絶対気持ちいいよね、羨ましい、羨ましすぎる、オール5はやばい。じゃあそろそろランキング読みますね。13位レーベアットマーク徳永推しさんありがとうございます。12位ドンさんありがとうございます。11位ミズさんありがとうございます。10位キネッチさんありがとうございます。9位高幸さんありがとうございます。8位藤田アットマーク配信お疲れ満たそう、2021年も癒され満たそうさんありがとうございます。7位ドヤアットマーク小田市的なヤッホーマン、こっそりレミグミさんありがとうございます。6位トモアットマークレミグミさんありがとうございます。5位タワシアットマークハルコさんありがとうございます。4位ネリピアットマークリミタンのアイシャドウ、あ、違う、アイメイクスキーさんありがとうございます。3位テレさんありがとうございます。2位サトちゃんアットマークあやみちゃんリミレミレミタンレミ神吉のにゃんこさんありがとうございます。1位紫アットマークレミグミタワシ部部長さんありがとうございます。ラストじゃなくてラキレミ。36位ゼファットマークレミグミさんありがとうございます。イエーイ。62位ダーツさんありがとうございます。ラストです。95位ジョージョーさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではスクショをいきたいと思います。ちょっと待って、髪をちょっと整えますね。はい、どうしよう、顔がちょっと小顔に、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。やばい、なんだろうこのテンションは。ではまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。キータさんかわいい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではバイバイ、ありがとうございました。